じゃあ始めよっか。こっちは準備 OK。 青春しよう。よし行こう。なかなか手強かったね。でも楽しかった。みんなで協力して楽しめるクエストだったでしょ。まさに青春だね。よかったねストレアさん。それじゃあ町に戻ろうか。あ、見て見て、向こうに綺麗な湖があるよ。湖に入るってこと？もちろん、みんな行こう。あ、おい。気持ちいい。本当に飛び込んだよ。相変わらず自由なやつだな。私も行こうぜ、アスナ。これも青春ってやつだろ。なるほど、これも青春のためよね。うん、よし行くわよ。アスナも入りたかったんだな。それじゃあ俺はストレア側につくぞ。それでも負けないもんね。ユキ、二人をビシャビシャにしちゃいましょう。うん、それじゃあ私も本気でいっちゃうよ。よし戦闘開始だ。みんな思いっきりはしゃいでいたよな。一番はしゃいでたのは君じゃない？え、そうか。最後は3対1になったのに、一人になってもずっと戦い続けていたもんね。まあ負けるのは不本意だからな。クエストで協力し合って湖で遊んで、まさに青春だったね。みんなが一緒だとクエストをやるだけでもいろんな思い出ができるよね。それじゃあまた今度みんなで一緒にクエストをやろうよ。賛成。じゃあそろそろ町に戻ろうぜ。アスナ、どうかしたか？え？ううん、なんでもないよ。またやりたいね、こういうこと。やろうぜ。他のみんなも呼んでさ。うん。
何してんの？ん？よう、アスナにシノ。何か買い物？いや、適当にブラブラしていただけだよ。そっちは？消耗品の買い足し。まだ始めたばかりのゲームだから贅沢はできないけど。ポーション一つでも買おうかどうか迷っちゃうよね。ねえ、せっかくだから三人でお店を回らない？邪魔しちゃってもいいのか？もちろんよ。エスコートしてくれる人がいれば、買い物の合間の食事とかいろいろ期待しちゃうじゃない。まあおやつ程度のものなら俺持ちでも冗談。でも来てくれた方が穴場の店やアイテムの有用性を聞けるから、そういう点を期待しちゃうのは本当。なあ、それならいくらでも聞いてもらっても大丈夫だよ。それじゃあ行こっか。次はこのお店を覗いてみようか。へえ、いい雰囲気じゃない。何？どうしたの？消耗品を買いに来たんじゃ。この店はアクセサリーショップなんですけど。買い物に付き合ったのが運の尽き。おとなしくついてくるしかないね。幸いですか。このペンダントのデザインいいな。ステータスの内容次第では買っちゃうかも。ステータスを気にするなら、プレイヤー売りのフル装備を買った方が良くないか。だけじゃないんだよ、装備って。ステータス次第って言うから提案したのに。ねえねえ、せっかくだからブブのお店も覗いていかない？あ、はいはい、仰せのままに。後ろに置いてある武器見せてもらってもいいかしら。はいよ、じっくり見てってくれ。使いこなすには微妙にステータスが足りないわね。あそこに置いてあるやつならちょうどいいんじゃないか。なあ、あれを見せてくれ。これかい？ほらよ。ほんと、悪くないわね。アスナの方はどうだ？え？ああ、どうした？このお店、何か引っかかるんだけど、それが何なのかわからなくて。ねえ、どうせだから他の武器屋も覗いてみない？他の武器屋って？人が店員さんのお店があったと思うんだけど。女の店員？あ、それだよ、違和感の正体。何よ、違和感って。このお店、前は女の店員さんだったの。ああ、そういえばそうだった。それって働いてる NPC が変わったってこと？ NPC にもシフトとかあるのかしら。そんな話聞いたこともないぞ。じゃあなんで変わった？
通に考えれば NPC が変わるイベントが発生したっていうのが可能性として高いけど、そんなイベントは聞いたこともないし、 NPC が変わったことにゲーム的な意味を感じない。この無意味な変化は一体何なんだ。いらっしゃい。また来てくれよ。あそこの NPC、クエストマークが出ているな。何かお困りですか？ああ、聞いてくれよ。実は明日、結婚式を挙げるんだ。相手とは古い付き合いで、小さい頃は一緒に花畑で虫を捕ったり、洞窟を探索したりして遊んだもんだよ。最初は友達としか見ていなかったけど、少しずつ特別な存在に変わっていったんだ。そう、あの日を境に。
これ本題に入るまでの前振りが長そうだな。それであいつに花飾りをプレゼントしようと思ったんだ。だけど花畑に獣がうろつくようになって近づくことができずに困っているんだ。ふう、ようやくクエスト6が更新されたぞ。内容は最終クエストでスコレイの花を10個取得か。わかりました。俺が花を取ってきます。本当か？ありがとう。お願いするよ。あちこちに花があるせいでなかなか見つからない。よう。お、アルゴか。奇遇だな。そこで何してるんだ？花でもめでたくなったのか？そういう趣味があったらもっと別のゲームをやっているよ。今やっているクエストでここら辺に生えているはずの花が必要なんだ。ふーん、最終クエストってわけだな。探しているのはスコレイの花か？さすがアルゴ、そのクエストの情報もすでに持ってたか。ちょうどさっきまで俺っちも集めていたんだよ。それじゃあもう集め終わったのか。俺はまだ全然だよ。にゃふふ、情報屋は誰よりも早くクエストをクリアしないと商売にならないからな。相変わらず商売熱心だな、アルゴは。だったらスコレイの花の採取ポイントの情報を買いたいんだけど。それなら100コルで売るぞ。よし、買った。それじゃあ教えてくれ。ここが一番でかい採取ポイントだぞ。ほう、ここならすぐにクエスト分が集められそうだな。それじゃあな、俺っちはそろそろ行くよ。自分の分の花を届けに行かないとな。ああ、案内ありがとう。ん？これなんだ？どうした、アルゴ？このスコレイの花だけ花びらが普通の6枚じゃなくて7枚なんだよ。あ、ほんとだ。よく見つけたな。名前は幸運のスコレイの花か。へえ、レアアイテムっぽいな。名前に幸運ってついているから何かの素材に使えばラックにボーナスがついたりするんじゃないか。まあそんなところかな。いや、でも待ってよ。そういえばこのクエストの依頼主が恋人と珍しい花を一緒に探したって思い出話をしていなかったか？ああ、結婚式までの半生を語っていたやつだよな。確か12歳の話の時にそんなことを言っていたよ。その思い出話が攻略に関係しているかもしれないぞ。それって依頼主が恋人と探した珍しい花が幸運のスコレイの花かもしれないってことか？あれだけ長い話を聞かされたんだ。何か仕掛けがあってもおかしくないと思わないか？例えばスコレイの花じゃなくて幸運のスコレイの花を10個集めて渡したら特別な報酬がもらえるとかな。あ、
それが本当なら面白そうだ。ちょっと検証してみるか。これは昔あいつと探した珍しい花じゃないか。ありがとう。これで花飾りを作って渡せば絶対に喜んでもらえるよ。それはよかったな。こっちも探してきた甲斐があるぞ。感謝の印にうちに代々伝わる鎧をもらってくれないか。ありがたく受け取らせてもらうよ。普通のスコレーの花でクリアした俺の報酬とは違うな。アルゴの予想通りじゃないか。たまたまだよ。それより検証を手伝ってくれたのに本当に何もいらないのか。アルゴには SAO や LO で世話になっているし、これくらいお安い御用だよ。その代わりこのオリシンでも頼りにしているからよろしくな。了解だ。期待に応えられるように頑張るよ。ここから先が新しいフィールドだ。 SAO で新しい層に足を踏み入れた時もこんな風に嬉しい気持ちになりました。一歩ずつ確実に進んでいるって実感できたよね。さてと、 SAO だと第2層は森と草原のエリアだったけど、森や草原とは程遠いわよね。前の場所が馴染み深いところだっただけに意表をつかれたな。とはいえ未知のフィールドは大歓迎だ。どんなゲームでも新フィールドってのはテンションが上がっちまう。ちなみにSAO の第2層はどんなところだったんですか？緑が多いエリアで牛のモンスターがやたらと多かったよな。街で売られている食い物とかも乳製品とかが多かったよ。へえ。けどどうやらここは全くの別フィールドみたいだからな。俺たちもリーファッチと同じく一から攻略し直しだ。植物が鬱蒼としていて周りを見渡すことができないね。深い森がコンセプトになっているっぽいな。それだけじゃないみたいだよ。ほら向こう。ん？あれって沼？見て見て、向こうにも沼があるよ。森と沼地が広がるフィールドか。沼地か。足を踏み入れたら体力が減るっていうのがお約束よね。それは毒の沼地ですね。他にもぐちょぐちょした生き物が生息していたり、ゲームに出てくる沼には
いいイメージがないです。確かにな、俺は沼といえば底なし沼をイメージするよ。底なし沼、それもかなり嫌だよね。普通のモニターに映し出すゲームならともかく、 VR での底なし沼は相当に恐怖を感じるんじゃないか。実際に体験しているような感覚になるでしょうからね。うひー、沼には気をつけて進まねえとな。とは言ったものの、周りは木に囲まれてっから、どっちに向かえばいいんだか。周りの木が邪魔でよく見えねえぞ。我慢して進むしかないよ。で、うわあ！ユキ、今！上ばっか見てたら沼に踏み込んじゃった。どうしよう、体が沈んでいくよ。落ち着けリーファー、暴れるともっと沈みやすくなるぞ。でもこのままじゃ沼に飲み込まれちゃう。何かロープみたいなアイテムってない？ロープ、そうだ、前にクエストで手に入れたふんどしならある。それは絶対嫌だ。大丈夫だ、使ったことはないからよ。それでも躊躇しちゃうよ。そんなこと言っている間にどんどん体が沈んでいくぞ。ふんどしをつかむしかないよ。って、あれ？どうした、ユキ？この沼、普通に足がつくんだけど。え？底なし沼じゃないの？なんだ、よかった。もう、あんたが底なし沼の話をするからそうなのかと思っちゃったじゃない。はい、俺もそう思ってしまいました。でも二人が無事で本当に良かったよ。これからは足元に気をつけて進んでいこうな。丸く収めようとしてるのがものすごく伝わってくるわね。
またのご来店。いらっしゃい。また来てくれよ。